スーパーマリオメーカー中までたっぷりチェーです。マリオメーカーやっていきましょう。こちらですね、投稿者用隠しコースです。さあ、でもね、投稿者用隠しコースに行く前にめちゃめちゃ難関が待ってます。結構っていうか相当難しいのと、投稿者用隠し使わないと自分はまず間違いなくクリアできないだろうっていう、そういうコースです。ほっ。いや、偶然見つけたんだよね。これは絶対クリアできない。このまま普通にやっててもクリアできないって分かったんで、ちょっとセーブして、いやー、マジか。練習してたら、たまたま見つけてしまった投稿者用隠し。オッケー。さっきちょっとずれてたよね。下でいいのかな？あ、いや、オッケー。バブリー。非常にバブリーですね。え？これ、ここむずいよな。いやー、どうする？これどうする？これだな、これを使うんだな。ほっ。え、これ使ってどうするん？これまあ渡ってはいけんのか。一番高くなるやつがあれか。ここで行きたい。うん、こんな感じで行きたい。届け届け。うー、オッケー、やっと行けた。うわ、むずい。ほっ、一旦待機。青が右に行くと一緒に、よし、ほりゃ、オッケー。ここが難しいんだよな。そしてな、あー、上当たった。あー、オッケー。はい、よーし、来た。いやー、むずいぜここまでが。はい、ここでは死にたくねえな。だからここも結構きついとこだけど、怖え。ふわー、怖え。よっしゃー。で、こいつを持ってかなきゃいけないんだけど、これもまた難しい作業なんだよね。ここは問題ないんだけど、この後もね、ちょっと厄介なんですよね。 OK、 とりあえず着地で、危ないんでしゃがむんだよね。で、こんな感じでビャーってなるんだけど、危ねえ。早めに。あー、刺さった。置けなかった。しゃがめなかった。こうだ。よーし、これで取れた。ほっ。これやんないと、正直。あ、待って、これどうしよう。投げたらさ、帰ってくるよな。中のもの取りてんだよ。あー、そうなるか。やっぱそうなるよね。これどうしよう。ここら辺で投げて即踏む。ダメだった。オッケー、でもできた。ラッキーで、かぶって、さあこっからですよ。俺が最初に見つけた投稿者用隠しはここだった。これでスルーさせて、一見なんもないじゃん、これね。ほっ、ほっ、これよ、これよ、これ決定的投稿者用隠しだったわ。いや、でね、ずーっとここ練習してたんだけど、本当にクリアできないんだ。全くわかんねえんだよ。全くできなくてね。で、試行錯誤してたら、なんかここがや、そう、あったんだよね。で、これもちょっと難しいんだけど、真ん中入っちゃえば、あとは、出れねえ。出れねえけど。スターは別にね、どうでもいいんだ。ここに出たいんだけど、出れねえんだよな。ああ、ああ、オッケー。真ん中、オッケー。こんな感じ、綺麗に通れます。結構難しいんだけどね、通るのもね。最初にね、甲羅に乗ったやつがビヨーンってずーっと突き進んでいくんだよね、ここね。で、最終的に、まあ、ここ入らなきゃいけないんだけど、これが本当にできなくて。OK。で、メットかぶった状態なんで、トゲかぶった状態なんで、ここもかなり楽できます。この、乗っちゃえばいいんだよね。あー、取られた。これ取られたの痛いけど、あー、痛いね。相当痛い。今、ゴール手前なんですけどね。
さあどうしたもんかな。これ死ぬか。あ、しまった、そうなったか。乗って、これは取られちゃうね、しょうがないか。ほっほっ、オッケー。でよいしょ、はい。あー惜しい。いや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 、ちょっと待ってくれ、そのファイヤー無理でしょ。もう決めたい、もう決めたいわ、本当に決めたい。もうやだ。結局3番目のところもね、3番目のエリアにもねあったわ、投稿してる隠しが。クッパの裏に隠れてた。それを使って決めたい。よいしょ、まず投稿者用隠し位置、これを、このコースをもし投稿者用隠しなしでクリアできていたのだとすれば、今頃この投稿者さんは超有名なマリオメーカープレイヤーになってたはず、間違いなく。今有名な、うまいっていう理由で有名な投稿者さん、あー、マリオメーカーのプレイヤーさんたちはさ、スピランとかさ、テクニック系で評価されてさ、うまいっていう固定観念がついたじゃん。こういうコースはさ、やり慣れてないと思うから、多分その人たちでも相当このコースは投稿性を使わなかったら相当苦戦すると思うよ、俺の予想だけどね、あくまでね。まあ多分やらないけど、やらないのは間違いないけど、相当苦戦すると思うよ、投稿性をなしのコースクリア、ここクリアはね。あ、ここは行かなくていいのか。投稿性をなしでクリアしろって言われたら、多分チョコ式より難しい。うん、あの自分がやったチョコ式スピランよりはるかに難しいです、これのが。心折れ度がね、尋常じゃないと思うわ。なんせこれ、このエリア練習するので相当時間かかってるからね。え、抜けれねえ。このエリア本当に苦戦してんだよな。セーブしてさ、ずーっとここ練習したんだけど本当にクリアできなくて。 OK、 ちょっと鼻がかすれてもいいくらいなんだね、いまいち感覚は分かんねえや。さあ、そんなこんないろいろと話してきましたが、そろそろ終わりたいね。本当に投稿者用隠しがあっても使ってもこんだけ難しいんだから、やべえよ。とりあえず一回ここじゃん。クッパが右に行ってくれないとダメ、あるいはこっちにジャンプしてくるんでもいいんだけど、それでもいいんだけど、クッパが飛び越えられないときついんだよな。あ、下がってくれたね、多分この辺にある。 OK、 このスターを取りたい。ふざけんな、スター取りてんだけどな。来た、よし、これです。クッパ倒しといて、いやクッパ倒さなくてもよかったのかもしれないけど、こういってどこまでスターが持つ。 OK、 やっとクリアできた。俺はこれ投稿者用隠しを使っても30分以上かかってるからね。まあ最初の20分くらいはあれだったんだけどさ、投稿者用一つ目のスターを知らなかったからあれだったけど、これはやばいぜ本当にこれは笑えないよ本当に。なんかで遊んでみたいね。そうだね、じゃあタクッチさんのコースなんかやってみよっか。普通のコース、いろいろな仕掛けに気をつけてやってみましょうか。うん、ハートハートがついてますね。これはいやー入るのかな、入らなさそうな気すな。すな、うん、こっち行ってみよう。うわー、クッパ降ってきた。これ欲しいよ、素直に。ふざけ、あぶね。どうする、どうすかね。 OK、 まずクッパ倒すじゃん。
こいつ倒せるよね。すげえ大ジャンプした。今のお尻痛そう。 OK で右行ってやったー。あれだね、最初のとこだね。このドアは間違いないな。これラストかな。もう一個くらいかな。 Don't move、 動かないよ俺は。よし、あースターが欲しい。ワンチャン降りてゴールできそうな気もするけど、あ、できますね。あ、てか終わったし、普通に。育毛剤系コースかな？どんなコースだよな？育毛剤系コースってどんなんじゃ？ド発展、ド発展だな。いや、ド発展って言ってもわかんないんだよな。相当古いアニメなんだけど、多分ね。ランマ2分の1ってやつを先見てるんだよね。そしたらなんかド発展なるものが、ちょっと待って、短すぎるだろ。ド発展の話終わってねえよ。怒るとね、髪がブワって生える羊毛剤の話があったんだよね。おー、出ました、ジャガマさんのコースです。じゃあこれで終わりましょう。うわー、おー、なんだ、夢の国か。ゴール。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方は、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミゴー。